ハミトアルトゥントップはドイツゲルゼンキルヒエン出身の元サッカー選手。元トルコ代表。現役時代のポジションはミッドフィールダー。1997年に地元の SG バッテンシャイとの下部組織に入団し、2000年に弟ハリルと共にトップチームに昇格した。シャルケレイヨン2003年夏には、ブンデスリーガのシャルケレイヨンに引き抜かれ、2003からレイン。 シーズン開幕戦のボルシアドルトムント戦で遺跡後初得点を決めるなど即座に頭角を表した。遺跡当初は守備的ミッドフィールダーとしてプレーした。2006年夏にはハリルがカイザー・アスラウテルンからシャルケ04に加入し、3年ぶりに同じクラブに所属することになった。2006から07シーズンはシュトゥットガルトと勝ち点2差の2位でシーズンを終えた。 バイエルンミューン編ン2007年夏にシャルケレイオンとの契約が満了したため遺跡金なしでバイエルンミューン編ンに移籍した。ブラジル王者のサンパウロ FC とのプレシーズンマッチでデビューし素晴らしいフリーキックで遺跡後初得点も決めた。DFL リーガポカールのベルダーブレーメン戦でも先発出場し30メートルの距離から左足でミドルシュートを決めた。 2008年2月14日には UEFA カップのアバディーン戦ファーストレグに出場しペナルティキックを GK ジェイミーラングフィールドにセーブされたものの跳ね返りをゴールに押し込んだ2009から10シーズンはチャンピオンズリーグで決勝まで勝ち上がり2010年5月22日の決勝ではマドリードのエスタディオ・サンティアゴ・ベルナベルでインテルと対戦したハミトはこの試合に 左サイドハーフとして先発出場したが63分にミロスラフクローゼと交代し試合には0から2で敗れた2010年6月2日バイエルンミューンヘンとの1年間の契約延長で合意したレアルマドリード2011年月にバイエルンミューンヘンとの契約が満了し2011年5月19日にスペインリーガーエスパニョーラのレアルマドリードと4年契約を 結んだ。ガラタサライレアルマドリードでは、出場機会があまり訪れず、2012年7月13日、母国トルコスユペルリグのガラタサライ SK に4年契約で、移籍ユーロ2008の出場メンバーに選出され、5試合すべてに出場した。ファチティテリム監督にグループリーグ最初から2試合で、右サイドバックとして起用されたが、グループリーグ3戦目からは、 ミッドフィールダーの位置に戻った。グループリーグのチェコ戦では3得点すべてをアシストし、準々決勝のクロアチア戦では、PK 戦の3番手として、ペナルティキックを決めた。このクロアチア戦では、マンオブザマッチに選ばれ、準決勝進出の原動力となった。大会後には、欧州サッカー連盟選出のチームオブザトーナメントに選ばれた。2011年1月、 ユーロ2012予選、カザフスタン戦のボレーシュートでフィファ・プスカ首相を受賞した。同年3月30日のオーストリア戦では初めてトルコ代表のキャプテンを務めた。同じくサッカー選手のハリル・アルトゥントップは双子の弟である。ありがとうございます。